それではちょっと予定時間を過ぎておりますが、早速パネルディスカッションの方に移りたいと思います。時間の関係もありますので、私の方から簡単に本日のパネリストをご紹介いたします。一番左の方からいきますけれども、先ほどお話しいただいたベディントン博士でございます。で、引き続きまして、お隣がデビッド・ウォーレン駐日英国大使でございます。それから、原子力委員会委員長代理の鈴木立次郎さんでございます。そして、東京大学大学院教授城山秀明先生です。で、科学技術振興機構社会技術研究開発センター長の有本太夫さんでございます。よろしくお願いします。じゃあ池上さん、引き続きお願いします。では引き続き、今度はこの福島からの教訓を日本としてどう受け止めるのかという点についても考えていこうと思うのでありますが、先ほど会場からタイムズの記者ですが、かなり日本の対応に厳しい質問がありました。それを受けてですね、まずは原子力委員会委員長代理鈴木さんからですね、そもそも原子力委員会とは、原子力安全委員会と何が違うのか、そして今回のこの大惨事に何をしてきたのか来なかったのかというところから、お願いいたします。5分ということなので、全部は喋れないんですが、まず原子力委員会というところはですね、先ほどのベニットさんの話から言いますと、やはり我々も首相に対してですね、アドバイスをすると、これ原子力政策についてアドバイスをするという機関でありまして、それで、原子力安全委員会というのが別にありましてですね、こちらが安全性について、アドバイスすると、我々は安全を除くすべてについて、原子力政策についてアドバイスするということになってましてですね、で今回ですね、実はちゃんと事故が起きますとですね、こういう深刻な事故が起きますと、法律がありましてですね、言い訳になっちゃうんですが、原子力災害特別措置法っていうのがありまして、ここの中できちんとですね、原子力安全委員会が首相に対してアドバイスをするというふうになっています。で、今日のベディントン先生のお話を伺ってですね、私は原子力委員会なので、政府の中ではあるんですけども、現状を考えてですね、今ちょっとレッスンを私なりに、聞いてみると2つあると思います。1つは、情報の共有ですね。すで、に情報が届いてなかったっていうふうないろんな報道がありますけども、一体、どの情報がどの範囲できちんと共有されていかなきゃいけないかということはですね、実は法律に書いてない。何回も読みましてみたんですが、情報の公開あるいは情報の共有についてですね、基本的にはこの災害対策本部がすべて情報をもちろん確保してですね、それに基づいて首相が意思決定するとなっているんですが、今回の場合そこがどこまでできたのか、これはやはり検証する必要があるのではないかというのが一つ目です。二つ目は、どれぐらいのスピードでどれだけの情報を公開するか、これが2番目の問題だと思うんですね。情報公開が遅れたんではないかとかですね、あるいは少ないんではないかというご指摘がいろいろあるんですが、いろいろな理由があって、限られた範囲での情報公開あるいは遅れてきてしまったということについて、これもやはり率直に反省する必要があるのではないかと。で、原子力委員会は4月5日に見解を出すまでですね、3週間定例会といわゆる普通の通常活動を停止して、原子力この事故対策についてはですね、政府の中の一員として個別に今協力すると。この中で今のような情報の共有公開についても、我々としてどういう対応したらいいかというのを当然議論をしたわけですが、結局はですね、我々は責任がないというか権限がないということがありまして、ね、先ほどのようにサイエンティフィックアドバイスを例えばしてウェブに乗っけるっていう、なかなかそういうことはできないようになっています。この辺は今後検討する必要があるのではないかというのが私の今の反省であります。以上でございます。わかりました。後ほどいろいろとツッコミをしたいことがいろいろございますが、それは後ほどのお楽しみということでございまして、では続いて東京大学大学院の城山教授お願いいたします。ここから
3つぐらいちょっと少しコメントさせていただけると思うんですけども、最初池上さんの方からお話ありましたようにですね、一つの大きなテーマはリスクコミュニケーションというお話だったと思います。でその時に確かにその例えば政府のリスクコミュニケーション、政府と一般の人たち市民とのリスクコミュニケーション、確かにそういう問題意識っていうのはですね、過去多分おそらく十数年やってきて、なんでこんなことになったのっていうのは多分一つの大きな問題だとしてあると思うんですね。しかしながらあるてちょっと少し下がって考えてみるとですね、リスクコミュニケーションっていうのは多分政府と市民とかだけじゃなくてですね、多分科学者の中で専門分野の違う人だとかですね、あるいはまあ政府の省庁間の間ですね、実はそこのコミュニケーションすらちゃんとできないとですね、そもそも対外的にまとまって政府としてリスクコミュニケーションできるわけがないというところがあって、そういうその分野を超えたコミュニケーションだとかですね、まあ、あるいは縦割りを込めたコミュニケーションという、実はなんか そこがきちっとできてなかったではないかというのを少し強く感じます。で実は同じようなことはですね、まあ、日本でもBSE の問題というのは輸入の牛肉をめぐってありましたけれども、まあ、その時も、まあ、食品安全委員会と作ったけれども、そことじゃあリスク管理をやってるですね、いわゆる厚労省だとか農水省との考えって、まあ、微妙なやり取りで極めて緊張感があったわけですけれども、ある意味はその実はまあその中にいる人たちのそのリスクコミュニケーションということをきちっとそもそも考えないと外に対しても発信できない。でそのある意味で中に対してリスクコミュニケーションをですね、どうやってうまくまとめてやるかっていう、そのある種そのインターフェースになっているのがですね、多分今日お話になったそのチーフサイエンティストだとかアドバイザーの役割だと思うんですね。そういう意味で言うと、その科学者そのものではないです。つまり科学者そのものは自分の意見で人と違うことを言うこともこれ仕事のうちなので、まあ、それによって科学的進歩がある。先ほどチャレンジ大事だってお話ありましたけれども、しかしながらそれを全体としてバランスを見てですね、そのバランスオブエビデンスシャジェストうんぬんかんぬんっていう、そういう形で整理をしていくっていう、まあ、そういうある種の間に立つ人ですね。でそれがある意味では重要な役割だと思うんですが、それはそもそもその外に対してコミュニケーションする前にですね、多分政府内でちゃんとそういうことができる人、分野間でそれができる人が、まあ、あるいは学会にいるとかですね、そういうことがすごく重要なのではないかなというのが1点目です。それから2点目ですね、そのある種 そのアドバイスという機能は今鈴木さん言われましたけれども、日本でも審議会というのがあってですね、ある種 その諮問があってアドバイスあるじゃないかということかと思うんですが、おそらく日本でですね、アドバイスと意思決定ですね、まあ、私はアセスメント意思決定と分けてもいいと思うんですが、どういうことを考えなきゃいけないかというアセスメント幅を示すということと、それから意思決定するということがある意味ではあまりに直結してきたというのが日本の問題かなという気がしています。つまりそのアセスメントって先ほどお話もありましたように、多分科学的に見てこういうことが大体言える、このぐらいがバランスだということは言えますけれども、例えば意思決定の多くはですね、それだけでは決まらないですね。まあ、30キロで大丈夫かどうかというのは比較的それでいいのかもしれませんが、まあ、経済的なこと、あるいは倫理的なこととかですね、いろんなリスクトレードオフも考えざるを得ない。まあ、今日本で問題になっている例えば原子力だけじゃなくてですね、それが食品の話に行ったり、まあ、じゃあ子どもを学校にそのまま置いていいのかっていう、まあ、いろんなリスクのトレードオフを幅広く考えなきゃいけないとか、多分そういう判断があるわけですね。その時にそれはおそらく科学だけの判断ではできなくて、いろんなことを考えなきゃいけないわけで、多分大事なことはですね、科学としてこういうことは考えなきゃいけないということを透明化するのがアセスメントの重要な役割で、多分意思決定の全てを担ってはいけないだと思うんですね。で最後は政治判断とは当然あり得るですが、その前提となるものを透明化するというのが多分アセスメントなんだろうと。で日本の場合には逆に言うと意思決定がですね、自分である意味では全て責めを負うのが厄介だってこともあって、しばしばサイエンスに依存することがあるわけですね。サイエンティストがこう言ったからこう決めたっていうんですけども、実はその決定はサイエンスの決定だけではないっていうこともあるので、ある意味ではそのサイエンスはアセスメントで、政治家はある意味では意思決定、行政も意思決定かもしれませんが、多分おのおの役割を透明化するっていうことがすごく必要なのではないかなっていうのが伺ってた感想の2点目です。それから3番目は少し先走った話になるのかもしれませんが、多分こういう問題を踏まえて、先ほど質問もいろいろありましたけれども、まあ、原子力どうするんだっていう、どこまで原子力に依存するのかっていうことがあって、おそらくこれはまさに今お話した意思決定でですね、まあ、例えば国を言っていいのかどうか分かりませんが、フランスとドイツなんかを見ててもですね、明らかに意思決定は違うわけですね。多分アセスメントはある程度共通にできるけど、意思決定は違って、まあ、どこに行くか分かりませんが、ただいずれにしてもその安全確保のためのレジームをちゃんと作んなきゃいけないというのは多分共通項としてあってですね、そこはかなり立場横断的に、あるいはまあ党派的なものも横断的に議論できるんだと思いますが、まあ、そういった時に一つ重要なことは今日も出てきた多分インディペンデンス、独立性というのはすごく大事だろうと思います。でただ独立性というのはですね、その例えば既存の既得権益から離れてればいいというその隔離だけで済むのかというとですね、やっぱり独立したものが能力もないと意味がないわけですね。で能力っていうのはしかも一次元的ではなくてですね、今回のケースなんかを見ると
例えばまあ地震はそれなりに考えてきたけども津波のことをないがしろにしてたとかですね、実は専門家もものの見方っていうのは結構狭かったりするので、まあ、そういうものをバランスよく入れられるようなそのある種能力のある統合的なグループをどうやって作っていくのか、でしかもどういう政策選択肢を取ろうとですね、おそらく原子力はその廃棄物だとかですね、まあ、廃炉もあるかもしれませんが、それを考えてもおそらく数十年ちゃんとそういうことを担える人を育てていかなきゃいけないので、まあ、そういうその人たちがちゃんとキャリアパターンとですね、考えられるような人をちゃんと確保していかないと難しい、まあ、そういう多分意思決定がですね、求められるのではないかなという気がします。以上3つコメントさせていただきました。わかりました、はい、では有松さんお願いします。同じようなことを別の観点かもしれませんけども、やはり政治行政と科学者技術者、それからその集団ですね、それの役割分担あるいは責任意識、それを支えるその相互のその信頼関係ですね、これがどうもこういう破綻をして、従来からこういうのをきちっと醸成してなかったというところは、私は科学技術行政ずっとやってきましたけども、大きな反省点ではないかというふうに思っております。これは福島だけじゃなくて、今から東北地方全体で復旧するときもいっぱい科学者技術者のアドバイスが必要になるというときの基本的な問題だというふうに思っております。その際に参考になるのが、先ほど来出ておりましたけども、ベニントンさんのイギリスが昨年の、私どもずっとこれ、私今属してます研究開発戦略センターでたまたまだったんですけども、やはり今からその政治と科学がものすごく距離が近くなる、その中で科学と政治というのはどうあるべきなのかという役割とか責任意識、距離感ですね、それを1年がかりぐらいでいろいろ各国の状況を調べました。アメリカの場合にはオバマ政権なり、前のブッシュ政権とオバマ政権でサイエンスのレスペクトの仕方が違うということで、今ホルドレンが一生懸命ガイドラインを作っておりまして、イギリスは先ほど来ありましたように BSE の20年の苦労を、それからレスナーラーンを受けて、昨年の3月にベニントンさんのイノベーションの方が非常にシャープなガイドラインを出していると、ドイツも最近作りましたけども、そういうのを見ると明らかに日本というのはそこで遅れていることは確かですけども、今から大事なのは私どもが一つ議論するための、これは政治あるいは学会も含めてですけども、ガイドライン的なものを作って、今年の秋ぐらいまで作って、それを議論を開始しようと思ってございますけども、その際にいくら制度を作ったところで、先ほどありますように民主主義のプロセスあるいは学会の中での文化ですね、こういうものを合わせて制度と精神といいましょうか、そういうのが両方が動かない限りはこの問題は動きはしないということで、もう一つは先ほどベニントさんが言われましたけども、平時の時にちゃんとそういうコミュニケーションリレーションシップの信頼関係ができているから、こういう緊急時においてもきちっとした動きができるというところではないかと思います。繰り返しですけども、その先ほどありますように科学者といってもいっぱい立場があるわけですね。政府の中に入っても完全にパーマネントでエンプロイヤーとしてやってるという方々から、テンタティブにアドバイザーとして入る方、それから外にいていろいろやる人、それから学会という組織として、それからもう一つ言いますけども、これで最後にします。今度私いろいろ聞いてみますと、あるいはワークショップもやってみて、やっぱり大学の中でもあるいは学会の中でも中堅若手の人がいろいろ動こうとしたことに対して自粛をするという、日本独特か分かりませんけども、そういうことも行われたというところは、今後こういう文化を醸成していくというときに非常に大事なところじゃないかというふうに思ってございます。とりあえず以上と、はい、ありがとうございました。ではここでウォレン大使から一言コメントをいただけますでしょうか。今日はこういう貴重な、会を開いていただいてありがとうございます。駐日英国大使館の手のお立場、コメントをお願いいたします。Ikegami-san, thank you very much indeed. Let me say a brief word as a representative of the British government. It was extremely valuable for us to have the objective and independent scientific advice that Professor Beddington's committee was able to provide to the government as we took our key decisions during the crisis. The primary responsibility of the British Embassy
In addition, of course, to providing all support that we could to the Japanese government in its rescue and reconstruction and recovery activities, was to identify and assist British people, British citizens, who might have been caught up in the disaster in the Tohoku, and to provide advice to British people living in Japan about the implications of the disaster. That advice normally takes the form of advice on whether it is safe to travel to the country or to the region of the country affected, and whether people should continue to remain in Japan. This is a political process in the sense that politicians, the government, must make these judgments and accept the responsibility for these judgments. And there will inevitably be a tension in this process between the danger of appearing to leave people in harm's way, and at the other end of the spectrum, precipitating a panic by suggesting that the risks are greater than they in fact are. And it is the government's responsibility to make those judgments and to accept, in a democracy, accountability for those judgments, bearing in mind that times of crisis of this kind are reputationally defining for a government, its politicians, and also its officials like myself. The government took a number of decisions in the course of the week immediately after the earthquake, linked to our own activities to support British nationals in the area of the earthquake in the Tohoku, and a number of us went to the region to be of assistance to British people. The level of travel advice that we gave to our nationals, and we raised the level of advice so as to warn against non-essential travel to this part of Japan and to Tokyo at that time. The consideration as an employer in the embassy about whether it was appropriate for the embassy, as Professor Beddington said, to close or to move, or whether our staff should be evacuated, or whether their families should be evacuated. And later in the week, after we had slightly increased the level of our travel advice so as to reflect the need for an exclusion zone around Fukushima, and to suggest that people living in Tokyo might wish to consider relocating temporarily, to provide iodine to those who might feel that they needed it in the unlikely event of the situation deteriorating to a degree that imposed a risk to people living in Tokyo. Now, all those decisions were strengthened in terms of their accountability and proportionateness by being underpinned by the objective scientific advice that Professor Beddington's committee was able to give. Of course, the decisions that we were taking were not solely based on the scientific advice. They were based also on other factors which were of relevance, particularly the conditions in Tokyo at a time when transportation links were disrupted, when there were some food and essential service shortages in the immediate aftermath of the earthquake, and also at a time when there were a large number of power blackouts in the city. So we were taking a large number of factors into account in making what we thought, and I still think very strongly, was an entirely proportionate response to the level of disaster. And it's important in all of that that the response of government at a time of crisis should be both proportionate and also should be consistent with people's own evaluation of the risks involved, because no government will wish to impose a level of travel advice which rapidly becomes inconsistent and out of kilter with people's own behavior.
It's important if this system of advice is to have integrity and authority that it must also be realistic, which is, I felt, what we did. The principle I would try and draw from that is to say that the role of the scientific advisory group is to provide that hard base of evidence on which these decisions can be taken, and the role of government, the politicians and the bureaucrats, working together, as it is always important for politicians and bureaucrats to work together, is to make politically accountable decisions on the basis of which British citizens can make informed judgments about how they should respond. ベディントン教授にお話をお伺いしたい、私がどうしても質問したい、聞きたいことがありましてね、それは今回の事態が起きたときに、アメリカ政府がですね、80キロ、おそらく50マイルということだと思うんですが、それより外へのこう避難を呼びかけました。日本政府は30キロという数字を出していて、日本とアメリカで数字が違っていた、それによって日本国内でかなり不安が広がった。その時に駐日英国大使館のホームページを見たら、アメリカはこういう数字を出していて、それはそれで尊重しつつ、しかし日本政府の30キロもこれでは尊重していいというような確かコメントだったと思うのですが、これは一体どういう判断だったのか、あるいはなぜアメリカは50マイルという数字を出したんでしょうか、お分かりいただければお話しいただきたいと思います。The issue really here is that I posed the question and explained the question that I'd been asked to answer, which was really, should we advise nationals not to travel to Japan or leave, or should the embassy move? The analysis that we did on some of these worst case scenarios indicated that there was actually, in the immediate vicinity of Fukushima, there was potential for radiation in the very, very worst cases to go beyond the 30-mile exclusion zone, depending on what the weather was doing at the time. In fact, therefore, but because we had not experienced all the weather patterns that could be, it became very difficult to actually do that analysis properly. So we concurred with that the US advice seemed to us to be sensibly precautionary. But in fact, the concern was really primarily about about the situation of the very, very worst case. And as the situation proceeded, and when it became clear that this cascade of nuclear meltdown in three reactors and burning in Sewol 6 ponds looked increasingly unlikely, and we also accumulated information about what were typical weather patterns, we actually then advised COBRA that it would, as far as radiation concerns were the case, that it would be quite possible to move back from the 80 kilometers to around 60. The 60 was again something which there was a potential if the weather conditions were particularly bad in the immediate vicinity and there was a reasonable, and the very worst case happened. So it was in part supported by the scientific analysis, but it was also precautionary in the first case.了解しました。3人 の日本の方にお伺いしたいんですが、ベディントン教授がですね、とにかくワーストシナリオを考えたんだと。で、まずワーストシナリオを考えた上で、それでもまあこの辺りで大丈夫だよというのがありました。日本の政府の発表を見るとですね、いわゆるワーストシナリオをどこまで考えているのか、それは明らかにしないまま直ちに人体の影響はないというような言い方をしているのではないかという印象があります。日本政府はどこまでそれをやっていたのか、あるいはどこまで公表すべきなのかということですね。その点についてそれぞれお三人の方のご意見をお伺いしたいと思います。まず鈴木さんからお願いします。実際にですね、どこまで
ワーストケースを計算してたかって、私は実際はインボルブしてなかったので分かりませんが、間違いなくやってると思います。それで、問題は先ほどお話ししましたが、どれだけ早くどれだけの情報を出すかという、その基準がはっきりしていなかったためにですね、今回はパニックを起こさないようにっていうことがあったと思うんですけども、情報が遅れてしまったのではないかと。でこれはどういう理由があったにせよですね、結果的にもし信頼を落としてしまったということであればですね、今後の反省材料として検討すべきだと私は思います。はい、城山さんは。基本的にやはりプロセスっていうのはやっぱり透明化すべきだろうと思います。で要するに何を想定してですね、どういう根拠である意思決定に至ったのかっていうプロセスを明らかにするっていうことは大事だと思います。でその時にまあ逆に私のような立場から若干難しいところがあるのはですね、先ほどまあそのものの見方の多様性っていうのをどこまで考えるべきか、一般論としては多様性考えるべきだっていうことを言えるわけですけども、まさにワーストケースシナリオっていうのも一体どこまでその多様性でですねの幅で考えるべきかっていうことなんだと思うんですね。でその時にの判断っていうのをどうするかっていうのでですね、やっぱ最終的にはやっぱある種の専門家の判断ですね、いわゆるエクスパートジャッジメントって言いますけども、要するにその先ほどのペリントンさんの話で言えばそのバランスオブエビデンスサジェストみたいなですね、要するにいろんな議論があるんだけど大体幅として言うとここまででできるっていうところはある程度そういうある種のその統合する人の依存せざるを得ないところがあってですね、でそこはその何でもあらゆる意見を言えっていうわけにはいかない、だけどもそのバランスオブエビデンスを何でじゃあ判断したのかっていうところをある程度見せてもらうってことがですね、やっぱ社会がその判断を尊重するときにやっぱりすごく重要なのかなっていう気がしています。はい、つまりそのバランスオブエビデンスを考える、こういうふうに考えたというプロセスも含めて明らかにしてほしいということですね。そういうことですね。はい、はい、有本さんいかがでしょう。私も城山先生とほとんど同じことを言うと思いますけども、やはりイギリス、例えばイギリスの、またコメントがあればベディントンさんにお願いしたいんですけども、イギリスのガイドラインを見てると、科学の助言者ですね、これは先ほど出てますように独立性、それから透明性、公開性、自分の専門性というのをベースにして政府にアドバイスする。しかし政府側は先ほど出ましたようにそれだけでデシジョンできるわけじゃないと、いろんな経済的な効果、あるいは子どもたちを移動するときの心理的な効果とか、いろいろ考えた上で最終的にデシジョンをするということなので、やはり私はそのサイエンスのアドバイスをするというところについては、透明、一方ではですね、政府側はサイエンスとアドバイスと違うデシジョンをし、アクションを取った場合には説明をすることと、ここはものすごく大事なところ、しかし科学者側もそれを容認することと、これが文化としても定着していると思うんですけども、この緊張関係というか、そのデモクラシーのシステムというのが日本で残念ながらできてなかったもんだから一体言わないというか、未だに続いているわけですね、いろんなところで。抽象的なお答えしかできませんけども、私は十分その中の状況知りませんから、しかし明らかにやっぱり今からは十分そういうそれぞれの立場、持ち場、それから構造を考えた上で透明度高くやるということが大事なんじゃないか。少々やっぱりそれはそのパニック状態が起こらないか、起こるか分かりませんけども、それよりもむしろ信頼関係というところが大事なんじゃないかと私は思います。わかりました。今の有本さんのコメントをベディントンさんに改めてお伺いします。つまりそもそも科学者は純粋に科学的な見地から政府にアドバイスをする、それを、一般国民にきちんと公表する、そして政治家は政治家で政治判断をする、その政治判断をした過程を、これもまた国民に明らかにする、その結果科学者の助言通りにはならないことがありうる、その時に科学者はその政治家の判断を受け入れる、このシステムになっているのではないかということでした。その通りなんでしょうか。あるいはそういう文化を築くためにはこれから何をすればいいんでしょうか。I thought we had an agreement you asked me easy questions. Sorry. Well, I can answer the UK with some degree of comfort. Yes, I think we have established that culture.
we did talk about the BSE crisis when I think we did get it wrong, and I think things have improved quite a lot since then. I do think we have a culture that scientific advice is by and largely accepted, but the way that different ministries deal with it, when, for example, a decision is taken for reasons that are economic or financial or political, and it's not in conformity with the basic scientific advice, the practice is that the reasons are given. And I can give you an example of that, which goes back to the swine flu epidemic that we had. And the epidemiology indicated that you could slow the epidemic somewhat if you closed the schools. And that was correct science, there was no doubt about that. But if you then started to think about the disruptive effects that this would have, for example, on people working in all, both in the health service, in the retail, and all the other aspects of government who could not send their children to school, the economic consequences of doing that were very profound, and the benefits that you would get from slowing the pandemic were relatively modest when quantified in economic terms. And that seems to me to be perfectly reasonable. There was no doubt that the advice was, yes, you would slow the epidemic if you cut back, if you closed schools, but actually the economic and social consequences, the disruption that follows, were profound. So I think that's a case where it is perfectly reasonable to happen. The difficult question, of course, is about Japan, because albeit I've visited this country on about five or six occasions, and I have heard what people have said and our colleagues on the panel about a different culture. My observations are not very scientific, in the sense that I just don't have the information. But I think that if there is not a culture of scientific evidence being considered before decisions are taken, then I would think that there would be real advantages that change would bring that about. But I can't judge exactly what it is here. Certainly, I think that the discussions that I have had with colleagues on this particular issue and colleagues in Japan have indicated there is a real understanding of some of what the scientific problems are. But I think that the way this is a complicated issue, and I'm afraid I don't have enough scientific evidence to comment in a proper way.政府としてのいろいろ判断する上での判断基準あるいは判断の経過が非常に不透明である、それが結果的に国民の不安を煽っているという部分があると思うんですね。例えば最近で言いますと文部科学省の判断ですけれども、福島県での小学校の子どもたちの年間の被爆線量を年間20ミリシーベルト以下に抑えるという基準が出たら、それでは大きすぎるのではないかとなったら、なんか突然1ミリシーベルトを今年度は目指す、最初からそうやれよって話に結局なってしまいますね。どうして20という数字が出てきたのか、それがなぜ抗議が来たら突然1ということになるのか、ここが非常に見えない、それがまた不安をかきたてるということがあります。これについてはいかがですか、3人の方どなたでも。はい、じゃあ鈴木さんと目が合いましたね、はい、なかなか難しい問題なんですが、確かに透明性がないということがやっぱり一番問題だと思うんですね。それなりに20ミリシーベルトを決めた時の根拠はもちろんあるわけですが、難しいのは事故がまだ収束していないで、まだいつその何時ですね、最悪のケースが起きるかもわからない時に、住民の方に帰ってきていただいて、それなりに安心生活していただくための基準と、その実際に収束した後に定住していただくために帰ってくる基準というのは当然違うわけですね。ここのところの説明がなかなかできなかったというところが一番で、2番目は子どもと一般の大人の方々の基準、これをやはり説明がなかなか少なかったではないかと私は思ってます。ただどういう過程でどういう意思決定がされたということが必ず透明性を持って説明されなきゃいけないということについては反省すべきだと私も思ってます。はい、城山さん。
先ほどのベディントンさんの中にそのソーシャルディスラプションみたいなことをどう考えるかってありましたけども、はい、おそらくその要するにある程度その子どもに関しても仮に許容せざるを得ないって判断だとしたとするとですね、ある種の例えばじゃあそれに伴って転校するとかですね、あの住む場所を変える、まあ、場合によっては先ほどの大人と子どもっていうの判断を変えるとするとですね、子どもだけ場合によっては移すって判断をせざるを得ないっていう、まあ、それに伴う、まあ、そのソーシャルディスラプションといいますか、まあ、それはメンタルの面も含めてですね、まあ、そういうリスクをどう考えるかということを仮に考えるとするとですね、判断としてはあり得ると思うんですね。しかしながら多分そういう話っていうのは明確には出されなかったというのがまあおそらく問題でしょうし、それからあの20ミリシーベルトの話出た時に正確には覚えてませんが、そのいやでもこれは20ミリを認めたんじゃなくて、彼らは業界用語であららって言ってましたが、as low as possible なるべく下げるんだってことを言うわけですね。だからどういうことかっていうと、多分対象者によって異なるってことなんですね。可能な限り下げるってことはですね、この人は逆に言うと残すことに伴うリスクが大きいとか少ないとかですね、個々の事情に応じて本来判断しなきゃいけない話なので、例えばそうするとその高齢者の方とですね、例えば子どもについては元から、まあ、それぞれについてこういうリスクベネフィットがあるからこう判断したんですっていうことを言わざるを得なかったわけですね。そうするとだからちょっと考えればですね、むしろ高齢者の方が場合によってはその例えば認知症の方とかですね、移動することによって悪化するってことがあるので、そういう人は動かすことによるリスクがあるっていうのは見えるわけです。子どもの場合は通常はまあ障害的に考えればですね、被爆リスクが高いと言われているわけなので、なぜその人を残す、その人でも残すって判断をするんだとすることを議論しようと思えばですね、先ほど言ったような転校のリスクとかよほどやっぱちゃんと説明しなきゃいけなかっただと思いますが、そこが多分不十分だったということなんだろうと思います。はい、まさにあの先ほどおっしゃったトレードオフですよね。その子どもを動かすことについてのトレードオフについてもこうきちんと、説明してこそだよという話ですよね。はい、有本さんいかがですか。お二人の先生がもう言われたので同じことの繰り返しか分かりませんけども、こういうのはやっぱりケーススタディをきちっとやるということが大事だと私は思います。校庭のあれを決めた時、その直後でしたかね、政府参与だった方が辞められましたね。多分あれはそういうこともあったんじゃないかと思うんだけども、その時にどういう議論があったんだというようなことがちゃんとそれぞれデータとして残して将来それが分析できるようになっているのかどうかということが、まあ、これ一つのスペシフィックな問題ですけど、あらゆるところでこれを検証し、ちゃんとそれこそ日本だけじゃなくて世界に共有できるような、これこそ日本の今からの信頼を失った意味での次の新しい価値になるわけだから、それをあそこでもそのどういう判断をしたのかというのは私は不動揺ですが、あの時に見解の相違だということで政府側もその先生も別れちゃったということは私は非常に気になっておりまして、ちょっとスペシフィックな例でありますけども、ぜひいろんなところで歴史的な検証ができるようなきちっとしたデータを残していくと、データとそのディスカッションのノートですね、ちょっと話がそれますけども、はい、いや大事なことだと思います。あの時に参与が辞めた時にですね、記者会見をしようとしたら政府側から守秘義務があるはずだという申し立てがあって、記者会見を急遽辞めたという状況がありました。確かに守秘義務はあるでしょう。その一方でしかし、政府内部でどのような議論があったのかということがいずれ検証されないと、これはみんな無責任になるわけですね。直ちに公開できない議論、それはそれであるでしょう。でも一定の年限が経ったらそれは全て公開されるということがあってこそ、それぞれの人が歴史に責任を持つ発言をするようになる、責任感が出てくるのではないかと思うのですね。そういう意味で単に守秘義務という形で消してしまうのではなくて、いずれ全てのデータいら議論が議事録として公開されるんだよということを自覚した上で議論することが実はとっても大事なことなんではないかなというふうに私は思っています。その上でさらにベディントンさんにお伺いしたいんですが、例えば今回の場合でもベディントンさんの専門家が科学者が議論をしました。難しい質問しないようにいたしますが、いろんな科学者が議論している、ベディントンさんは失礼ながら原子力のご専門ではない、その時に原子力発電所の事故についての、科学者の意見をまとめるという時に専門家でもないのにそういうことをやるのかみたいな議論にはならないのか、
そこでの科学者間のリスペクトというのはどういうことになってるんでしょうか。As I set out in my presentation this afternoon, that I have arguably a rather, in rather too large responsibility of all science and engineering in the United Kingdom. And I think the key here is that I do believe the scientific method does enable you to make judgments about scientific evidence, and that when you chair meetings, I would chair meetings to see that there was a consensus of the views. Clearly, albeit I'm not a nuclear engineer, I can understand the physics, and I can understand the mathematics, and so on. So I think that in terms of actually being a spokesman, I think that certainly the SAGE committee were completely content that I should actually speak on their behalf. And I think that the process I went through was to say, I would say something like, my understanding is that the analysis you produced provides the following recommendations, and then I would check that with the committee, and that would be the advice that I would give to government, so that in a sense, I was getting a buy-in from members of the committee that they were content that I was able to sort of convey the messages from them. I think that I would never seek to claim to be a spokesman for the scientific committee, the scientific world, or the engineering world in the United Kingdom. You know, there's obviously an enormous diversity of opinions, and it's not just me. But in the context of a SAGE, or indeed another committee where we might be making recommendations to government, I think it's just the proper business of chairing a committee that you would try to actually summarise your view of what has actually happened and where the discussion has led, and then having summarised that, say, are people content with that summary, and if they are, then I feel confident to actually present it. I think that that is probably the best one can do. What we also do allow, and that I think again goes to the discussion of transparency, is that any of the members of the SAGE group can choose to speak to the media themselves. There is no control over that. They're welcome to do so. The only thing that we ask of them is to say, when they're speaking to media, they indicate that they are not speaking on behalf of SAGE, that they are speaking on their own personal accounts. So that if someone, and this has felt that, for example, an explanation I might have given on the on a radio or a TV interview was not sufficient, and they wanted to go on and explain why it was insufficient, or additional points of view, they would be completely entitled to do that under our regulations. And indeed, that applies to our science. We have not just science advisory groups in emergency in the United Kingdom. We have about 60, somewhere between 60 and 70 science advisory groups and councils that report to different ministries. And each one of those, there is a code of practice that has been developed, and what can do, and part of that code of practice is that they have the right to actually speak to the media, both themselves, but also as individuals, as long as they make it clear that they're not speaking on behalf of the committee. So it is a very transparent process, and I think that that is the right way to go. And obviously, I think that there, you know, I would endorse some of the comments that my colleagues here on the panel are saying, is that transparency is really important, and I think that this is the right way to go. もう一つ質問があります。それはベディントンさん、それから日本の3人の方にもお伺いしたいと思うんですが、今回のような事故が起きるとですね、私はその理科系の用語と文化系の用語のこう翻訳というのが実は大事じゃないかなと思うんですね。例えば今回の場合、事故が起きた後ですね、いろんな専門家が記者会見するんですが、何言ってるかちんぷんかんぷんで、それによって視聴者が非常に不安を抱いたということがあります。科学者の方々は極めて厳密な科学的な用語でお話になる。ところがそれを受け取る政治家、あるいは役所の人、国民の人の多くが実は文化系だったりするとですね、そこで、理解の齟齬をきたす、いろんな行き違いが起きたということがあると思います。これから科学者はいわゆる文化系、あるいは科学のことがわからない人たちにどのようにコミュニケーションを取っていけばいいんでしょうか。
それについてお伺いします。まずベディントンさんから。Yeah, you raise an important point, and I think that the people are, some scientists are good at this, some are not so good. Some scientists are only comfortable about talking when they actually operate and using technical terms and so on. But I think there are also many scientists who are quite comfortable putting scientific ideas in the sort of terms that actually are readily understandable by the general public. And I think that is part of the job I have. I have to be able to explain without using jargon. And when I have to, for example, explain to a minister what a millisievert is, which is not that easy, one can actually characterize it in a way that is fairly plain and simple, and you can say that this many millisieverts is the actual radiation dosage that actually is received for just living a normal life in a particular country. And I think that that is the sort of way that we should seek to do it. And I do agree that there are problems when people talk in jargon. And I think it's particularly problematic when there is a sort of discussion with some disagreement, because it's very hard for the general public to do it. What I try very hard myself to do, and I try to encourage my chief scientific advisors in all the other government departments, is to make certain that they are confident about providing information. And may I tell a funny story? Yeah. Well, one of the jobs, when I was interviewed for the job to become chief scientific advisor, one of the tasks they set me was they gave me something about pollution in the water system and said, here is the problem, you have half an hour, and then you will be interviewed by one of the very fierce radio interviewers we have in the United Kingdom. And So I went through this, and I asked this lady, did I do well? And she said, you made a big mistake, because she said, when you answered me, you didn't look into my eyes. And I said, it's the radio. And it was a very good tip, because she said that the quality of your voice changes if you actually look into somebody's eyes, and you sound like you're reading something, it's very dull. So that was a very good tip, which I've used. はい、それは今回の事故以降ですね、政府 の、まあ、官房長官あるいは総理大臣がきちんと国民の方を見て喋っているのか、なんか目が動いているのか、それによってもかなり視聴者は敏感に気づくということがあるということで、大変貴重なご経験だったと思います。さあ、では有本さんからいきましょうか。今のお話では理工系の教育の根本問題まで遡らざるを得ないと思います。特に日本は中学高校小中高、それから大学に行って極めて縦割りの専門文化されるわけですね。それでそれがそのままサイエンティストとしてどんどん世の中に出て、こういうところにも現れるということになれば、よく言われるんですけども、ソーシャルリテラシーがないと、世界のことを何も分かんない人がこういうところに出て喋れるかということがもう各所で起こるわけでありまして、今から原子力だけじゃなくて生命科学の問題、あるいはナノテクの問題にしましても、いっぱいこういうことが起こってくる中で、もうこれ日本だけじゃなくて世界中でブリッジングサイエンス&ソサエティということがキーワードで、どうやってサイエンスとソサエティを橋渡しするんだと、その時にピュアなサイエンティストやエンジニアを少しリフォームしようというのもあると思いますけれども、それをブリッジをするような人材も養成しないといけないという非常に根本的な問題になるんじゃない、ちょっと話がそれるか分かりませんけれども、そういうふうに考えてございます。はい、城山さん。ある意味では何て言うんですかね、なんか文化人類学的なものの見方みたいなのが必要なんじゃないかなと思うんですね。でまさにおっしゃられてる問題あるんですけれども、やっぱりちょっと最初リスクコミュニケーションは分野間で大事だとかですね、省庁間で大事だと話しました。みんな物の見方の焦点が違うんですね。確かにおっしゃられたように理系と文系ってこれ大きなギャップです。だけども、まあ、おそらくこの両棚の岩は理系出身のちょっと変わった人だと思うんですけども、まあ私自身は文系出身で少しこういう分野に関わってるとですね、
まあ、これはなんか少し言えることがあるかなと思ったのに、実は理系の人同士が実は話が分かってないとかですね、例えばその原子力安全と化学プロセス安全のプロジェクトを並行して動かしたことがあるんですけど、化学プロセスの人がですね、当時美浜の配管の破断かなんかの事故があった時にですね、あれは別に原子力の問題じゃなくて化学プロセスの配管の腐食の問題なんですね。ところがそういう話もですね、実は原子力の人と化学プロセスの人が話せないとかですね、あと例えば医療安全の話をした時に、まあ、同じ学部の中にいる外科医の人とですね、法医学者がですね、まあ、ほとんどなんか全然分野の違う人の前で喧嘩みたいなことをしててですね、お前は警察の手先かみたいな議論をするんですね、例えばですね。例えば、まあ、それはそれぞれ多分考えてることの焦点が違うんだけども、まあ、それは多分尊重せざるを得ないんだけど、その間をつないでいくっていう作業がまさに必要で、おっしゃられたように理系と文系っていうのはそこが一番出てきますけども、おそらく理系同士、まあ、多分専門文化視点でですね、そこをつないでいくっていうことが多分極めて必要な話で、まあ、それが最後その有本さんが言われたようなそのソーシャルリテラシーにつながっていくと思うんですが、そこまでいかなくてもですね、多分研究室隣の人とちゃんと茶飲み話ができるとかですね、多分そういうことがすごく重要なのかなっていう気がしています。はい、鈴木さんいかがですか。あの大体同じなんですけど、あのもうちょっとプラグマティックな話、現実的な話しますとですね、やはり理科系の中でも当然言葉は通じない、それで日頃から要するに他分野の方たちと話す機会があまりにも少なすぎる、よく原子力村って言われますが、村はどこにもあってですね、村同士の交流がやはりどこも同じように少ないんではないかと。で、あの日頃からやはり、重要な問題については他の分野の方々と話をする場があればですね、こういう訓練ができるんではないかと。もちろん教育も大事なんですが、あのこうなってしまった以上、我々のポジションなんかになってしまった以上、教育はもう遅いので、実際にはやはりいろんな分野のところに出てって話をすることを積極的にやる必要があると思います。はい、わかりました。これツイッターで英語の質問が来ています。これはどなたにお伺いすればいいのかな、ベネディトさんなのか他の3人か分かりませんが、日本政府はもっと広い範囲での放射線のホットスポット、まあ、例えば300キロ圏にまで広げて放射線ホットスポットを調べるべきではないかという質問といいますか、提言が来ていますが、これについてはいかがですか。はい、はい、じゃあ鈴木さん。あのもちろんですね、これ日本政府だけでは多分できないので、あのモニタリングは国際協力でやるということで今もすでに始まってますし、あのできるだけ広い範囲でやることがやはりいいと思います。ただし一番大事なのはやはり周辺なので、あの日本政府としては当然あの周辺の、あの詳細なモニタリングをまず第一と。ところがやはりもちろん国際的なあのモニタリングネットワークがありますので、それを使って、続けていくと思います。わかりました。もう一つ、これは、皆さん大変お答えしにくい難しい質問ですが、ツイッターで来ています。仮にリーダーが資質に欠けるとき、どこにアドバイスすべきですか、そしてそれをメディアに公表すべきですかと。誰のことを言ってるのかよく分かりませんが、この質問にはどうなったかお答えできますか。なんか日本の3人の方はなんとなく答えにくそうですね。ベデンチョンさんいかがですか。Very sorry. I didn't understand the question. Could you oppose it again?仮にリーダーに資質が欠けるとき、科学者としてどのようなアドバイスを誰にすべきでしょうかと。Well, I think there's a democratic process, and I don't think it's appropriate to be commenting like that as in my role as chief scientific advisor. But I think the absolute key thing is that government as a whole commits to using evidence in developing its policy. And that's what the UK government has done, and the current government, and the previous government, and the government before that. So I think that that commitment that you will use evidenceby government, and that when you don't use that evidence, you explain why you haven't, is the basic protection, irrespective of individual leaders. And I think that
Most of the OECD governments are cabinet government, so there is obviously discussion and debate in such situations. I obviously, I've never encountered an issue that a senior politician has not been able to actually understand what the scientific case. And again, we go back to the importance that you don't use jargon and so on. では、もう時間が実はオーバーしてしまいました。最後にそれぞれ、5人の方全員から、コメントをいただきたいと思います。今後の課題を含めてですね、会場へのメッセージをまず有本さんからお願いします。お話申し上げましたけども、やはり繰り返しですけども、政治と行政と科学、もうちょっと言いますと科学者、政府に入っている、あるいは政府の外側、あるいは学術会議のようなところ、学会、大学、こういうところの関係性ですね、役割分担、これをしっかり、それからまあそれに基づく、それをその関係性の中での、行動規範といいましょうかね、これを議論をしていって、ちゃんと日本の中に定着するということが大事なんじゃないかと思います。これ各国みんな努力しながらやっているわけですから、これは皆さんも一緒に今後議論させていただければというふうに思ってございます。ありがとうございました。はい、で白山さん、これ先ほど鈴木さんが言われたことなのかもしれませんが、そのやっぱりあらゆる問題がある種なんていうの、複雑な問題なわけですね。今回も起こった問題も典型ですけれども、そうするとやっぱそれを間をつないでいくっていうことができる、ある種のやっぱ人のネットワークの層っていうのは極めて重要で、ここに座って我々が年寄りすぎるかどうか別としてですね、多分そういうのの担い手になるような層を作っていかないとですね、多分今後いろんなものを維持していくですごく難しいので、それはすごく重要なことではないかなというふうに思ってます。人材育成ですね、そういうことができる。わかりました。はい、鈴木さん。時点で私がぜひ残したい、今の言い残したいことは2つです。1つは先ほど黒川先生がおっしゃいましたけど、今回の事故の検証を徹底的にやること、これしかも国際的な納得感が得られるような形で行うことが1点。2番目は、今回原子力ということが一つの大きな軸なんですけれども、やはり原子力のような技術についての総合的な評価、これをやはり、どっか独立の機関でやるということですね。それがないと次の社会意思決定に進めないと私は思います。わかりました。私の方からもぜひ鈴木さんに申し上げたいことがあるんですが、原子力委員会として原子力行政をこれから考えるときに安全性抜きに考えられないんですね。原子力委員会と原子力安全委員会は別で、安全性以外についてをやるという、そもそもそれでいいのかということが改めて問われているんだろうということをあえて一言申し上げます。ではベディントン教授お願いいたします。I think it's always dangerous to comment about the structures in other governments, but I think it's quite clear that the way one should approach nuclear issues is manyfold. First of all, is the development of nuclear power an appropriate way to actually address the problem of greenhouse gas emissions and energy security? And that involves one set of people, and it's an appropriate set of questions. The second is, if you are going to develop it, nuclear power, you must be getting information on the level of safety and the designs, and that what we have in the UK, I think, works rather well, is that designs of new nuclear plants are submitted to our regulator, and then they are properly reviewed and questions are posed about it. And I think that's a practice that I would strongly endorse. In terms of a particular bureaucratic or institutional structure, things will vary within different countries, but quite clearly the issues of of how we actually assess whether a particular proposal for building a plant on a particular location is done, that has to be a proper safety case, and one has got to assess it in that context. I think that the other issues which are coming in for that, because there will be other issues, for example, the safety, one would be posing safety not just about the potential for some problem with the reactor itself, but the health of the workers, their standards for that, and all of these have to have appropriate assessment from a scientific point of view. I think the way in which that's done within different institutions is very much a question for the country concerned.
はい、ではウォレン大使、最後にお願いいたします。Thank you very much. The last point I wanted to make is really to echo the point that Sir John Beddington made a second ago about the democratic process whereby governments make these judgments on the basis of objective advice. It is really important to understand that this has to be a democratic process, that governments are accountable, that the decisions they take have to be subject not just to immediate accountability, but also retrospective audit, so people have to understand how they took these decisions. And that requires all parts of that process, the politicians, the bureaucrats, the experts, the media, the other social organizations, to understand how that process works. It's really important, I think, in my country and in every country, that the accountability of that process is clearly understood and that the respective parts of that process are properly understood.はい、ありがとうございました。あっという間に予定の時間を過ぎてしまいましたが、最後に、私の感想をこう言わせていただきますと、一つはですね、このイギリスが在日英国人に対してこのように科学的なアドバイスをきちんとしているということですね。で、翻って我が外務省はどうかということをやっぱり考えざるを得ないと思います。海外で例えばクーデターなり内戦内乱状態があれば、当然のことながらそれぞれの在留邦人に対する、安全のさまざまな勧告というのは外務省あるいはそれ当該大使館はやっております、あるいは海外の危険情報についてもきちんとこれは出しています。ただしこのようなどこからその国で原子力発電所の事故などが起きたときに、あるいはインフルエンザが起きたときに科学的なアドバイスをできるかどうかということですね。その点で学ぶべきことがあるのではないかなという印象を受けました。それが一つ目。二つ目は先ほどにもお話もありました、イギリスでも過去には BSE をめぐってやはり信頼を失ったことがある。その信頼回復には20年かかったという先ほど黒川先生のお話もありました。日本もさまざまな点で国民あるいは海外への信頼を失いました。これからその信頼回復には非常に長い時間がかかる。福島原発の収束とさあどっちが早いのかなと、ブラックジョークを言いたくなるほどではあるかと思いますが、それも含めて、これから大きな課題になるんだろうということです。そして3つ目、科学的なことをどれだけきちんと国民に伝えることができるか、あるいは政治家に伝えることができるか、そして先ほどのお話ですと同じ科学者の中でもさまざまにこう意見が食い違う合わないということがある。その時にそれぞれの組織でどれだけそれをまとめるか、言っているよりはファシリテーターですね、それぞれの組織においてのファシリテーターというのがやはりこれから求められてくるのではないか。そういう意味で日本にもっともっとベディントンさんのような方をやっぱりきちんと育成していかなければいけない。それぞれの組織にミニベディントンさん、そして、から国全体としてはこうビッグなベディントンさんをやっぱり育成していく、そういう仕組みが必要なのではないかなという印象を受けました。長い時間ありがとうございました。ベニントン博士、それからパネリストの皆様、それから池上さん、特に非常に難しい問題を非常にポイントをクリアにしていただきましてありがとうございました。これをもちまして、英国大使館それから政策研究大学共催シンポジウムも終わりたいと思います。今一度盛大な拍手をお願いいたします。